皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。2022年一発目の動画になります。皆さん今年もよろしくお願いします。ということで一発目なんですが、こちらからいきますか。はい、 YouTube さんから届きました。皆様のおかげで、達成することができた10万人の銀の盾でございます。本当はね、開封動画みたいなのをしていきたかったんですが、ちょっと、もろもろアクシデントがあって、もうすでに封は開いております。で、まあ、こんな感じでですね、メッセージが YouTube の CEO さんから、スーザン・ウォジスキさんから入っていたりしております。はい。で、こちらがいよいよですね、この、お待ちかねの銀の盾でございますが、袋に入っているので袋から出しますね。はい、いきますよ皆さん。こちらが銀の盾でございます。はい、ちゃんとしっかり名前も入ってますね。もうね、このここがね、ちょっとあまりにも鏡でキラキラすぎて、カメラの反対側が見えないようにするのが結構大変なんですけど、本当にこれが届いた時に、ああこう10万人になったんだなっていうのが改めて湧きました。なんか数字だけでももし、もちろん嬉しかったんですけど、やっぱこういう風に形になって物が届くっていうのは、なんかすごくね、本当にグッとくるものがありました。皆様ありがとうございます。ということで、すごい反射しちゃうね。こちらはね、ここに飾らせていただきますわ。こんな感じで、はい。素晴らしい。入るね、入る入る。はい、ということで、今回、10万人突破したということで、いつも皆さんありがとうのプレゼント企画を行っていこうと思います。プレゼントの種類は2つあります。1つが、私の出身、山形鶴岡の美味しいもの詰め合わせセット5000円分になります。私つや姫大使も行ってるので、2000円分くらいはそのお米つや姫に、使いますので、残りの半分くらいで、他のものを詰め合わせて10名様に、抽選で10名様にプレゼントをする。でもう一つがハンドサイクルですね。私が結構動画で紹介何回もしてきた車椅子に装着することで自転車のように走れるという商品になります。でこちらは、車椅子の方限定で、なおかつお子様にいいプレゼントしたいと思っています。金額としてはですね、そのハンドサイクル40万円相当するハンドサイクルになって、ちょっと1人だけっていうのができないのがちょっと残念なんですが、まずはお一人にそのハンドサイクルをプレゼントしたいと思います。で応募方法ですが、山形鶴岡詰め合わせセットの応募方法ですが、まずは私のこの YouTube の概要欄に専用のオフィシャル LINE のリンクを貼っておきますので、友達追加していただいて、そうするとフォームが届きます。プレゼント用のフォームが届くので、そこに必要事項を書いて応募してください。で今月いっぱいの応募になりますので、当選は2月の初めに Twitter、Instagram、YouTube などコミュニティの方で当選者を発表したいと思います。でその私が、自分が好きなものをこうバーって詰め合わせて送るのもいいかなと思ったんですが、例えばお菓子食べない人にこうお菓子の詰め合わせを送ってもなんか私は嫌だなと思うし、お酒飲めない人にお酒もこう入れてこう渡しちゃうと、なんかそのもらった人がちょっと損かなとは思うので、そのフォームの中にどういう系がいいかっていうのをチェックする場所があります。お菓子系と、あと主食系、例えばお肉とか漬物とか、主食系とあとお酒系っていう、その3つのジャンルに分けたので、自分がどれがいいかっていうのをチェックしてもらった上で、私が
いろんなお店に行ってかき集めてお送りするというような形にしたいと思います。できるだけ好みに合わせたものをプレゼントできるようなシステムになってますので、まあ、地元の方もね、山形鶴岡の人も遠慮せずによかったら応募していただけたら嬉しいなと思いますし、県外の方もぜひぜひ鶴岡のものをね食べる機会だと思いますので応募していただけたら嬉しいです。で、ハンドサイクルについてですね、こちらも同じように概要欄にある私のオフィシャル LINE を追加して、友達追加していただいた上で、専用の応募フォームが届きますので、そちらに書いてある結構ね、ハンドサイクルちょっと書かなきゃいけないことが多いんですが、ぜひ書いていただいて応募していただきたいです。お子様限定にしたいので、年齢としては小学生から、中学生までのお子さんをの方を対象としたいと思います。で、ハンドサイクルってこういう風に漕ぐので、両腕が動かせる状態の障害のお子さん、またはあと車椅子でもこう取り付けられる取り付けられないがあるんですが、レッグサポートですね、足のサポートが取り外せてしまうタイプの車椅子に乗っている方はちょっとハンドサイクルを取り付けることができないので、今回応募条件を満たしてはいません。で、あとは肘掛けですね。肘掛けもこういう風に漕いだ時にどうしても邪魔になるんです。なので取り外しできたり、またはこう跳ね上げ式にできるタイプの車椅子に乗っていないとハンドサイクルが取り付けられないので、そういった車椅子に乗っている方も申し訳ないですが、応募条件には満たしてないので、今回は対象外となります。あとはアフターケアについてですが、それはプレゼントした後はちょっとこちらではアフターケアの費用などはお支払いすることはできないので、ご自身で費用をしっかり持っていただける方ですね。あとはやっぱりちゃんと乗ってくれる方がいいですね。こうプレゼントしたけど飽きちゃっても乗らないとかではなくて、一応小学生の子であれば中学生になっても高校生になっても大人になってもこう調整すれば乗れるものではあるので、ハンドサイクル自体が壊れない限りはいつまでも乗れるサイズ感のものではあります。なのでこうしっかりいいハンドサイクルに乗ってくれる方が個人的には応募していただけたら嬉しいです。で、またハンドサイクルの納品に関しては直接プレゼントしに行けたらいいなと思いますので、その時 YouTube の撮影が承諾していただける方であればなお嬉しいです。まあ、その他しっかりフォームの方に注意事項なども書いてあるので、確認した上で多くの方々がこのプレゼント企画に応募していただけたら嬉しいです。その食べ物セットもそうなんですが、やっぱりハンドサイクルって、まあ、そのさっきも言ったように40万円くらいするので、私の中でも結構ビッグなプレゼント企画です。この動画は本当に多くの、 その車椅子のお子さんたちに知ってほしいな、車椅子を持つ家族の方々に知ってほしいなと思います。ハンドサイクルっていうもの自体をまだまだ知らない方もいますし、知ってるんだけどなかなか買えないんだよっていう方も多くいるので、そういった方々にこの動画を知ってもらってハンドサイクルを手にするきっかけ、チャンスを逃さないようにしていただくためには、やっぱ見てる方々のちょっとご協力をまたいただきたいなと思います。口コミでもいいですし SNS シェアでもいいので、この動画を拡散していただいて多くの方々がプレゼント企画に参加できるようにしていただけたら嬉しいです。2022年一発目の動画、プレゼント企画の応募の動画でした。皆様今年1年もどうぞよろしくお願いいたします。ということで、本日も最後までご視聴ありがとうございました。Oh, oh, 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 oh,